絶対に勝ちたい試合で1点のリードを守りきれずに最後の最後に失点してしまって、すごい悔しい結果となってしまいました。90本通して1点しか取れなかったっていうところと、最後まで失点をゼロに抑えられなかったっていうところが改善できるところだと思うので、そこをしっかり改善して次の試合に向けて練習していきたいと思います。得点シーンは美咲がいい落としをくれたので、自分は自信を持ってシュートを打つことができました。今シーズン公式戦では初ゴールなんですけど、練習からゴールのイメージっていうのはできていたので、そこが結果につながったかなと思ってます。今シーズンあと3試合残っていて、全部勝ちたいですし、チームが残留するためにも絶対に、自分がフォワードとして点を取ってチームを勝たせたいと思っています。よろしくお願いします。